はいっす。まあこんなのもいいんじゃないでしょうか。うつせみセカンドアルバム石爆の夜を作リリースツアー2024延長戦チブリ始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は仙台公演、はい、仙台公演が終わりまして、終わってんのかな22時、まあちょっとねこれを撮影してる段階では我々もまだ仙台公演のタイムテーブルというものをちょっと把握していないもので、そうですね、まだもしかしたら最中かもしれないけど、はい、まあ、見れるということで本日はありがとうございました。はい、そして延長戦までたどり着いた、はい、食いしん坊坊や食いしん坊少女、坊やの反対って何だって言うんだろうね、よくたどり着きました。拍手。ちょろっと、曲を延長戦やっていきたいと思います。次の曲最初の曲です。ムクロ。何も知らず踏みつけ
いしょ。英語外転超快ビアッオということで2公演目仙台でございます。はい、フルシカトチューニング始まったよ。宇都名物です。見てください皆さん、いろんなカメラが押さえてるんでね、見てください。大丈夫、純也名物、人が喋ってる時にフルシカトでチューニング、よろしくお願いします。あれね、慣れないんだけど俺に話しかけてきてんのね、 MC の最初。じゃあみんなでしょって。あ、みんな毎回言ってる、このやり取りもう無限にやってますやってるよ。俺に話しかけたからみんなだっていう、みんなそれなんか慣れないんだよねこれ、うん、なんかあ、俺かと思って、ね、俺だけ違うみたいなやつらだいたいそうなんですよね。なんとかですよねって言ったさん見てて、フルシカの背中ですからとだいたいね、いつもライブハウスだとこっち側ですから彼は。そう、いつもそうなんですよね、なんとかですかみたいなで、こっちにね、ゆうたさんがいるわけですよ。なんとかですかって言って、うんうんとか、何日かなみたいな、俺日付やったら、何日、何とかですってよみたいな、2日目ですよって言ったら、もう純也さんここでこうやってあの、俺には聞こえるんですよ、生元のあのベーンベーンが、音切っててもね、ベーンベーンベーンってあのチューニングして、おい、チューニングしてんじゃねえかとどこかで見れるといいですね、皆さん多分1回はあると思う、この公演中。はい、仙台、あのね、言いたいことがある。あー、そうですね。そう、俺はね、はい、これをね、もうずっとこうあった。そう、多分今日ライブハウスでも言ってるはず、うん、ずっと言ってる、もうマジで。あれ何年だ、2022ですね。僕らうつせみだけではないんですが、東京の3バンドで全国ツアーをやった時に仙台に行く予定だったんです。仙台には待ってくれてる人もその時点でいたわけなんですけど、まあいろんなね、2022年ですからいろんな都合で、あれ前日でしたっけ、前々日とか、前日ではなかったと思うけど、まあ1週間いないぐらいだったと思う。結構直前でしたよね。はい、そうだね。でバラシになっちゃって、うん、はい、盛岡仙台とこう 2days で組んでたんですかね。はい、そうですね。盛岡を終えて、まあまあそれなりに観光もして、ぼちぼち帰ろうかと車の中で、まあまあ私がごねたわけですけど、このままじゃ帰れないと俺はこのままじゃ帰れないと急遽仙台のこういうね、でっかいスタジオがたまたまね、そうだね、空いてたんですよね。スタジオソルファさんから。ソルファさんです、覚えてるわ。俺ね、そのあのまあいろいろね、ちょっと知ってる人は知ってると思うんですけど、僕のね、仕事の都合でね、仙台にはたびたび行ってるんでね、うん、ソルファ通りましたよ、前を。なんかもう、こう、なんだよね、こう、なんとも言えないこう気持ちをね、毎年抱えてたんです、2022年以降。てか、2022年もそのツアー終わって、年末ぐらいにその仕事で仙台行ってるんで、
でソロファーの前通ってるんで、うんね、なんとも言えない、もうここら辺にあるものがずっとあってようやくようやく仙台に行くことができましたこれはね、積年の思いってこういうことを言うんだろう。そうだね、まあいいライブをやってるでしょう。もうそれはねそれこそ積年の思いですからはい、今日はきっと俺いいライブやったんだろうなと思いながらやってますけどはい、そんな中ね、皆さんもう初めましてでこれを見てる人もいると思うんで、出会えたことに感謝しつつ、ね、まあ、逆にその時やってたらね、もしかしたら今回組んでないとかあるかもしれないんで、実は確かに何があるかわからんもんで、まあね、わからんもんで、その失敗が失敗じゃないけど、それがあったからこそ今回みんなに出会えたよって感じで、はい、2本目ですけど、でもこれね、うん、2本目とか前半で叶えておかないとこの気持ちまた引きずったまま半分過ぎ去るような感じになっちゃいますから ね、よかったです、やったもう残り2曲やって終わりますか、はい、で物足りねえやつは来いこれはもう毎回言うよね、毎回言うと思う、うん、来てねえじゃねえか、よかったら来てくださいじゃねえんだ、こっちはお通し出してんだ、注文しろって話、次どこでもいい、都合がつくところで来いよ、よろしくお願いします。2曲やって帰ります。ルテン、ショートの当たりは、いや
ありがとうございました。